中国海軍3隻目の空母となる003型航空母艦は、上海にある江南造船所で建造が進められていたんだけど、空母を建造している同じドックで建造していた船舶を移動させる作業が始まったとして、早ければ6月3日にも進水式が行われる可能性があると、香港の複数のメディアが報じているよ。中国もどんどん力をつけてきているね。中国との間に問題を抱えている国にとっては良くない情報になるかも。とはいえ目を背けてはいられないからな。敵を知り、備えることは大事なことだぜ。そうだね。さて今回は、中国海軍初のカタパルト搭載空母の進水が近づいている件について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。報道では、中国海軍当局が5月27日に、空母建造中のドック内で、空母が進水する方向で建造されていた船舶を隣のドックに移すよう通達を出したとするほか、江南造船所が公表している作業工程の中で、003型空母とみられる船舶の、進水予定日が6月3日となっているとして、この日に進水式が行われる可能性が高いとしているよ。003型空母は遼寧、山東に続く3隻目の国産空母で、中国海軍最初の空母遼寧がウクライナから購入した、アドミラル・クズネツォフ級航空母艦バヤーグを完成させた空母で、2番艦の3等が遼寧のコピー空母であるのと違い、これら2隻の空母を建造した技術を活かして、設計から純国産として建造した空母なんだ。それぞれの初舷は遼寧が基準排水量5万8500トン満載排水量6万7500トン。全長305メートル最大幅72メートル、3等が推定値で基準排水量5万5000トン、満載排水量6万6000から7万トン全長315メートル全幅 75.5 メートルと、遼寧より一回り大きく、どちらもスキージャンプ台を持つ、STOBAR ショートテイクオフバットアーレステドリカバリーストーバー方式で、それぞれ50から70機の搭載が可能なんだって。これに対して003型空母は推定初舷によれば、基準排水量7万8000トン、満載排水量8万5000から10万トンとされ、アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母に近い大きさの超大型空母だぜ。これまでの遼寧、3等との違いは艦体サイズだけでなく、発艦方式がカタパルト発進の、CATOBAR カタパルトアシステドテイクオフバットアーレステドリカバリーチェトーバーとされていて、若干装置には他空母と同じアレスティングギアを使用するとされているところだね。しかも搭載される発艦用カタパルトは、アメリカ海軍がニミッツ級に搭載して実績のある、蒸気式カタパルトではなく、アメリカ海軍の最新鋭原子力空母である、ジェラルド・アール・フォード級に搭載された電磁式カタパルトとされており、空母でのカタパルト運用に定評があるアメリカ海軍でさえ実用化に苦労した、電磁式カタパルトを、カタパルト自体を初めて搭載する中国海軍が運用できるのかが注目されているんだ。電磁式カタパルトについて詳しく、電磁式カタパルトエレクトロマグネティックエアクラフトローンチシステム EMALS、EMALS とは、アメリカ海軍とイギリス海軍が共同開発したもので、その原理はリニアモーターによって空母から固定翼機を発射して発艦させるシステムの名称で、電磁カタパルトや電磁力航空機発射システムとも呼ばれているよ。蒸気式カタパルトと比べた際の利点が多く、まず一つとして、発艦させる航空機の機種や並走重量などに応じて、加速度を適切にコントロールすることが可能で、機体に無理をかけないことがあり、このことで機体の耐用年数を伸ばすことが可能となるぜ。次に電気エネルギーのロスが少なく、蒸気式と比べて効率が良いことと運用寿命が長いとされているな。そうそう。そして、蒸気式カタパルトではボイラーなどから蒸気発生装置と、カタパルトまで蒸気を通す配管が必要となり、そのためのスペースが必要となるが、電磁式カタパルトでは電気配線のみであるため艦内のスペースが確保でき、他の用途に当てることが可能となるなどの利点があるんだ。ただし欠点もいくつかあって、蒸気式カタパルトに比べて建造コストがはるかに高いことの他に、運用には膨大な電力を消費するため、原子力などの動力による高出力の発電機や、統合電気推進などが必要となり、原子力以外の動力を用いる場合の燃費悪化と、それによる航続距離の減少などが挙げられているぜ。今回進水するとされている003型空母は、通常動力であると見られており、もし情報通りに電磁式カタパルトを搭載しているとすれば、中国が電力確保のための電磁石や超大型コンデンサーなどの開発といった課題を克服できたのかどうかが注目されているんだ。ところで中国海軍の空母といえば、遼寧以下8隻の中国艦隊が、5月2日に南西諸島の宮古海峡を抜けて太平洋に進出して先島諸島の南沖などで、
艦載機の発着艦訓練を実施し、5月22日までの間に延べ300回以上行ったとされているね。この間、日本政府は遼寧の動向について発表する際には必ず画像をつけていたんだけど、このことについて中国国防省の報道官が5月26日に、インターネット上で日本の艦船や戦闘機が遼寧の御用撮影士と呼ばれていることを知っているのか？中国軍はこのような撮影士を必要としていないなどと述べたんだって。挑発的な皮肉だね。上から目線がすごく鼻につくよ。ほんとだね。それを受けた岸信夫防衛省は5月31日の記者会見において、中国報道官が不快感を示したことについてよっぽど気に入らなかったのかと冗談めかし、日本周辺における警戒監視活動において写真を撮影することは、警備と防衛の観点から当然のことであるとした上で、国民にわかりやすく事実を伝えるために画像を交えて公表をしているだけだと述べ、画像の撮影にあたっては国際法にのっとり、安全に十分に配慮した上で実行しているとしたよ。さすが日本だね。挑発をさらりと受け流す企業の大きさが見えるよ。日本のインターネット上では、南西諸島や先島諸島、大東諸島に接近するかのように航行する。中国艦隊に苛立ちを隠せずもっと抗議するべき。多数機でスクランブルをかけて牽制すべきなどとする声が散見されているんだけど、訓練を行っている海域が公海上である以上は無理なことなんだよね。このことを声高に抗議すれば、海上自衛隊の護衛艦のヘリコプターの発着艦訓練や、現在空母化改修を進めている出雲型護衛艦の出雲、加賀の発着艦訓練などを公海上で実施すると、逆に中国側から抗議されることになるから。何よりも、アメリカの空母打撃群の公海上での訓練も中国、ロシア、北朝鮮側から抗議を受けることになるため、中国艦隊が国際法に違反したり、日本の領海を侵犯したりするのでなければ、黙って警戒監視を続けることしかできないぜ。また、遼寧における発着艦訓練の回数が16日間で300回とされているんだけど、アメリカ海軍の空母における発着艦訓練はほぼ毎日実施されていて、艦載されている5個飛行隊の約55機で1日合計90回ほどの発着艦を繰り返すとされ、ヘリコプターも加えると150回以上になるとされているんだ。遼寧における発着艦の回数は決して多いとは言えないんだけど、搭載機数がおそらくは10から20機程度であることからすれば、そこそこの空母作戦能力はあると見ることができるね。今回遼寧が展開した海域は南北400キロ東西700キロと広い海域だけど、そこがちょうど航空自衛隊の防空識別圏の境界線にあたり、中国艦隊がその上を出入りすることで海上自衛隊の護衛艦による警戒監視体制や、航空自衛隊によるスクランブル対応について確認をしていたとの見方があるよ。その一方、海上自衛隊は出雲を派遣したんだが、その搭載ヘリコプターなどで遼寧の飛行甲板上の艦載機の動きを、逐一撮影して記録することのほか、発艦に要する時間や、空母との無線連絡に使用している周波数や着艦時の空母との交信内容を記録するなど、様々な情報を収集していたと見られ、ただ黙って見ていたわけではないぜ。また、軍事専門家からは、台湾有事にアメリカ空母が展開するだろう海域で、遼寧が訓練したことについて、中国軍が遼寧艦隊をアメリカ海軍の空母打撃群に見立て、中国本土に展開しているロケット群などに配備されている、対艦弾道ミサイル超音速対艦兵器直超音速兵器超音速巡航ミサイルなどの、シミュレーション訓練を行っていたのではないかとの見方が出ているようだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日は海の水の塩辛い味は変わるか変わらないかについて解説するよ。今年も夏が来たね。みんなは海水浴に行ったことがあるかな？海水浴をしていて、つい口の中に海水が。海水はすごく塩辛いよね。今更言うまでもないけど、海水には塩が含まれているからしょっぱく感じる。しかし、時が経つにつれて、海水がどんどん塩辛くなってきたなんて話は聞かないよね。実は海水の塩辛さは一定に保たれているんだ。その理由について解説するよ。そもそも、なぜ海水には塩分が含まれているかを知っているかな？それは、海ではなく川に関係があるんだ。川は絶え間なく流れているよね。あの川の流れが岩から塩分を溶出させて、その塩分を海に流し込んでいるんだ。そのため、海水には塩分が含まれていて、しょっぱくなるんだよ。しかし、川が絶え間なく流れ続けるということは、やはり海水はどんどんしょっぱくなっていくのではないのかそう思う人もいるよね。また、海水は絶え間なく蒸発し続けているし、蒸発した水分がやがて雲となり、山に雨を降らせ、川となり、また岩の塩分を、という感じでループしている感じがするね。実際はどうなんだろうね。
海水の塩分はどんどん濃くなっていきそうに思うけど、現実ではここ数億年で塩分量はほぼ一定だったみたいだよ。では、なぜ海がだんだんと塩辛くならないのか？それは、ペルシャ湾のような暑い地域にヒントがあるみたいだよ。ペルシャ湾には塩平原というものがあるんだ。これは文字通りほとんどが塩で覆われている平原のことだよ。ペルシャ湾のような暑い地域では、大きな干ばつを繰り返し、干ばつが起こった海に日差しが照りつけるんだ。そうすることにより、水分が急速に蒸発し大量の塩分が平原の一部として残されるんだ。このような仕組みで、海水の塩分量が減るわけなんだ。川の水が運んでくる塩分はかなり微量であるため、蒸発して塩平原になる量と変わらないみたいだよ。こうやって海水の塩分は一定に保たれているんだよ。ペルシャ湾の他にも、メキシコ湾沿いの地下にも岩塩が埋もれているみたい。これも、海水が失った塩分を溜め込んでいるそうだよ。世界の沿岸部各地でこのような状況が起きて、塩分が一定に保たれているんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。